一郎読む使徒パウロのローマの教会への手紙。皆さん、私はあなた方の肉の弱さを考慮して分かりやすく説明しているのです。かつて自分の五体を汚れと不法の奴隷として不法の中に生きていたように、今これを義の奴隷として捧げて聖なる生活を送りなさい。あなた方は罪の奴隷であった時は義に対しては自由の身でした。ではその頃どんな実りがありましたか。あなた方が今では恥ずかしいと思うものです。それらの行き着くところは死に他ならない。あなた方は今は罪から解放されて神の奴隷となり、聖なる生活の実を結んでいます。行き着くところは永遠の命です。罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです。神の御言葉。神に感謝。結ばれたものと認められることに比べれば、キリストのために失ったすべてのことは塵薄汰に過ぎない。ハレルヤハレルヤハレルヤ。ルカによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。私が来たのは地上に火を灯するためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。しかし私には受けねばならない洗礼がある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくが、むしろ分裂だ。今からのうち一つの家に五人いるならば、三人は二人と、二人は三人と対立して、
別れるからである。父は子と、子は父と、母は娘と、娘は母と、姑は嫁と、嫁は姑と、対立して別れる。主の御言葉、キリストに賛美。